はい、こんにちは、直しです。今日は、プロ野球スピリッツエースドラフトスカウトの11連をね引いていきたいと思います。前回始めたばっかりなので、まだね、V ロードめちゃくちゃ溜まってるんで、すぐにエナジーが、250をね超えました。今回ちょっと引いてみたいと思います。その前にもう一回ね、中身を確認しておきましょう。お知らせから、これですね、 S ランクショート新登場ということで、新しいシリーズのショートが出たんですかね。ちょっとあまり詳しくないんですけど、まあこの12選手ですね、 S ランクに新たな、シリーズ2に新たな選手が追加されましたということで、各球団1人ずつっていう感じですかね。ショートの選手が追加されてますと、中島、今宮、三木、源田、茂木、安達、そして田中康介、坂本、倉本、大和、大引、京田。なるほどね、ロッテは三木になるんですね、ショートといえばっていうことが。そして、こっちは A ランクに先発投手も追加されてると、大谷翔平、それから武田、石川、戸上、唐島、山岡、それから薮田、大竹、浜口、藤浪、星、吉見ね。大谷とかはもう今年で最後になるかもしれませんね。ということで早速引いていきたいと思います。まだ全くね引いてないので、初期状態ですね。では行きたいと思います。11連来た、演出が、行きましょう。どうだ、松井、それから島、キャッチャーガチャかな。次は松岡、あ、また来たね、木所好きですね。そして大石、西武大石、それから中島、お、福岡県民が続いてきたぞ、福岡県出身選手。そして中村、日ハム中村、松田来た、 B ですけどソフトバンク。それから坂本、これも B ですね。そして川島はポジションどこかな、横田、あれもう終わりか、あ、なんか速報が出た、ノーベル文学賞おめでとうございます。結構渋いですね、普通のガチャだとこんなもんなんだ。ということで今日は以上で終わりたいと思います。またね、ガチャ引けるようになったら動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。